ロシアチェリアビンスク出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス25位、ダブルス89位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。アレクサンドロワは6歳でテニスを始める。2010年にプロに転向。4大大会では2016年ウィンブルドンで予選を 勝ち上がり初出場した。1回戦で第23シードのアナイバノビッチを6から2、7から5で破る宿を上げ2回戦に進出している。最高成績は2019年全仏オープンと2020年全豪オープンの3回戦進出である。2019年2月のブダペスト大会のダブルスでベラズ・ボラレは特命優勝し初の WTA タイトルを獲得した。 2020年1月の新戦大会の決勝で、エレーナ・リバキナを6に、64で破り WTA シングルス初優勝を果たした。2020年2月17日付のランキングで、自己最高のシングルス25位を記録し、ロシア女子選手のトップに立っている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。